小松の模型制作動画は無責任垂れ流し動画です。それでもいいよって方は、ゆっくりしていってね。皆さんこんにちは。小松です。少し間が空いてしまいましたが、ドムトローペンを作っていきたいと思います。今回はジオラマを作っていきますよ。いつもの通り、台座はアートボックスを使います。今回は少し小さめの 250mm 角を使っていきます。背面の金具をドライバーで外し、内側の板を取り外してやります。一度外した板を木工用ボンドで固定してやれば、簡単にベースが完成します。ここで、丸ノコ板を使って枠を作りたいと思います。タミヤのプラボードを丸ノコ板でカット。同じ幅のものを4枚作ります。多少カット面は粗いですが、ジオラマの枠用には十分です。さらにこの丸ノコ板は角度を変えることができるので、断面を45度でカットします。これを先ほど作った台座に取り付けます。これで枠ができました。プラボードはプラモデル用の接着剤で固定します。作った枠にスチレンボードを埋め込んで高さを確保します。接着は木工用ボンドで、スチレンボードの切れ端でレイアウトを検討します。さすがに平面では面白くないので少し高低差をつけてみます。今回かなり小さいジオラマにするつもりだったのですが、HGUC って私の想像以上に小さいですね。スペースが余ってしまった。最近大型ジオラマを作りすぎですね。というわけでもう一体加えることにしました。これを作っていたので動画投稿が遅れたのは内緒。配置はこんな感じかな。ロボットものジオラマは慣れないのでイメージが難しい。今回は砂漠ジオラマなのでタミヤのモデリングペースト、ライトサンドを使ってみたいと思います。とりあえず初めて使うので塗ってみる。塗ってみました。ちょっと明るすぎる気がします。乾燥後は少し落ち着きましたが、もうちょっと色を濃くしたいですね。色味などは後で調整するとして、先に道路を作ろうと思います。石膏を使って石膏の板を作成します。ここに少し多めに墨汁を入れて黒くしてやります。これを枠に流し込んで硬化を待ちます。さて、石膏が固まる間に台座の汚れ防止のため、マスキングをしてやります。マスキングは包装箱が結構しっかりしていたので、箱に入れて上面だけマスキングをしました。リアルサンドという砂を買ってきました。これを全体に巻いて、ボンド水で固定してやります。ボンド水を流すと砂が流れてしまうので、さらに上から砂を巻きます。これを繰り返していきました。少しリアルになってきたでしょうか。さて、石膏が固まったので枠から取り外します。ちょっと分厚すぎましたね。あれは嘘だ。
今度は量を減らして薄くしました。これをジオラマに貼っていきます。さらに上からモデリングペーストを塗っていきます。結局下地のライトサンドがほとんど見えなくなってしまいました。道路の境界線にもモデリングペーストを塗っていきます。塗り終わったら上からさらにリアルサンドを散布。ボンド水で固定します。だんだんリアルな感じになってきました。今回はここまで。次回もジオラマ会になりそうです。ご視聴いただきありがとうございました。小松の最新制作状況や作品展示情報などは小松のツイッターを見てね。私の所属するサークルの展示会情報は企業屋のツイッターを見てね。